ケンちゃんに呼び出しされたんで行ってみましょう。行ってみましょう。はい。すみません。あ、おせ。おせよ。すみません。すみません。すみません。なんかさ、すみません。すみません。呼び出されたのにすみません。AW ニコルズの人たちが、はい、タツモン探してるっつうからさ。はい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 。そうですそうです。タツモン見せてやろうかなと思って呼び出したのに。おせよ。タツシリーズ。タツシリーズの話。タツシリーズの話。9月25日に DW ニコルズは下北沢クラブ Q でイベントをやります。はい、太陽の子供立つというタイトルです。なので今日もなんか立つものを見れるらしいので。何ですか？なんかありますけど、はい、おもむろ何かが、はい、はい、気づいたね、みんな何か、はい、茶柱でいいんですか、やっぱりそれでやってるんですか？まさかの茶柱。茶柱って立つもん多分ちょっと自信が急になくなった。それはね、うん、みんな立てようと茶柱が、はい、立つまで飲み続けなきゃいけない。マナもお茶好きだっつうから、じゃあ全部マナに飲んでもらって。はい、飲んでもらって。早速やりますよ。はい、やりましょう。今度上手そうだよね。今からお茶を入れます。あ、こういう感じで来てんじゃん。なんかいい感じ。あー、あー、あー、あいい感じじゃん。惜しかった今。あ、でもこれちょっといけそうな。いけそうな。じゃあそれ飲んで。一気一気一気。熱いでしょ。熱い熱い熱い。びっくりした。頑張る。なんでちょっと回しながら飲んでるの。熱いよ。寝起きドッキリのあれみたいじゃん。アイドルのジュースのあれでしょ。でも いけそうな気するよ。いけそう。一回はね、いい感じ。いいね。これ本当に茶柱取ったら縁起がいいですね。茶柱立ったこと見たことある？ない。ないよね。でもこの一回さ、どうする？残ってる茶柱はどうするの？リベンジ。お茶を買ってこと？飲んじゃった。はい、二回目行ってみよう。まあ飲んじゃうっていう方法。なんかね。知らん。柱がなくなっちゃったね。ほら、葉っぱ立ちそうじゃねえ、なんかほら葉っぱ立ちダメだじゃあもう熱いよ。はい、よく振った。出すぎじゃない？ちょっと待って、お湯がないんじゃないか、これは。あ、濁っちゃった。だいぶなんか、なんだかわかんなくなった。残念な感じになって。お湯足しましょう。じゃあ次。はい、お願いします。ズルじゃないの？あ、なんか、あ、なんか眉毛、抜いた眉毛みたいな。沈んじゃったね。はい、じゃあ召し上がれ。どうぞ。残念だね。なかなか茶柱はすいません。次あたりじゃねえ、くんの。見てる人もぜひお家でやってみてください。ダメだったね。でもやっぱ頑張ったと思うよ、お茶葉たちは。だ、意外と茶柱は立たないっていう、ね、分かったのね。そうだね。まあじゃあこれをじゃあ切っちゃうので、でも終わりですね。呼び出したいと悪かったね。いや、でも、まあ、遅れてすいませんでした。そうだね。立とうという気持ちが大切ということですよ。じゃあまあ、はい、9月25日は僕たちはしっかり立とうと思いますので、はい、僕たちがガッと立ち上がるところを皆さん見に来て飲んでていいよ。飲み終わるまで喋るから。ラストで、この
シリーズも次回も続くかもということで、かも、はい、なんか思いついたらまたやりますんで、また見てね。バイバーイ。ズルダメで最後まで飲んで。すごい渋い。熱いんだよ。熱いんだよ。